皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト11実況プレイのパート8やっていきたいと思います。信長の密林を越えまして、伊州の村まで戻ってきました。ところがこの伊州の村では、村の雰囲気もガラッと変わり、もうねこの画面にも映ってますけれども、エマやルキ、そしてこの村でね、鍋はまだ6歳ということで、どうやら10年前にまるでタイムスリップしてしまったかのような状態になっております。今ではいなくなってしまった、テオおじいちゃんも、いるみたいですしね、これから会いに行ってこの状況について調べていきたいなと思います。今気づけば神がいねえさあやっていこう。あ、なんかある、2ゴールド、寄り道、お、素早さだね。パーネ、パーネ。よし。追い抜いちゃった。お。そこで釣りをしているのはまさしく孫悟飯じゃないで手をねえおじいちゃん、はしご知らない？はしご、エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。わかったわかった、待っておれ、今行くでな。おや、なべ、はしごなら大丈夫よ、あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。それでね、あのお兄ちゃんあなたに会いに来たんだって。知ってる人？ううん、知らないよ。うん、あの青年はわしに用があるようじゃ。鍋とエマは向こうで遊んでなさい。はーい。さてと、お前さんも鍋じゃな、わかるのか。そうじゃろうな、赤ん坊の頃から面倒見てきたんじゃ、わしにはわかるわい。そんな辛そうな顔をして一体何があったというんじゃ、わしに話してみなさい。鍋はテオの言いつけを守って伊州の村を出た後、自分の目に何が起きたのかテオに話した。なるほど、どうやらお前さんはわしがいなくなった後の未来からやってきたようじゃな。うん、頼りにしていたデルカダール王に裏切られたというか、辛い思いをさせてしまったの。デルカダール王が頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良さそうじゃ。だがこうして話してる時間はあまりなさそうじゃな。よいか、よく聞くんじゃぞ。村を出て東に向かったところに伊州の大滝があるじゃろ。戻ったらそこにある三角岩の前を掘ってみなさい。東にある伊州の大滝、そこの三角岩じゃぞ。しかし大きくなったの。これほど立派になった鍋を見ることができ、わしは下方者じゃ。鍋や、人を恨んじゃいけないよ。わしは、お前のじいじで幸せじゃった。いいじいちゃんだな。さて。
あ、アイテム復活した。ここ魔法の鍵だよね。まあいいか。さてそれだら、あ、そうか、この木、命の大樹の根があるのか。だからそれが過去の映像を見せてくれているんだね。お兄ちゃん、さっき俺を言いそびれちゃったけど、エマのスカーフ取ってくれてありがとう。またこの村に遊びに来てね。で、結局現代の、あー、これは、何ぼーっとしてんだ、大丈夫か。これはひどいな。デルカダールの連中がやったのか。まったくひでえことをしやがる。勇者を育てた村というだけでこの仕打ちか。お前を捕まえた後、デルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。そういやお前がぼーっとしてるとき、お前の汗と木に巻きついた根が光ってたが、また前みたいに何か見えたのか。鍋は、今見てきたことを神に話した。へえ、不思議なもんだ。過去に遡って村の人やお前のじいさんに会ってきたとはな。お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。それじゃ、じいさんの言葉を信じて、医師の大滝とやらに行ってみるか。医師の大滝は村を出て東に向かったところなんだ。辛いのはわかるが、ここにいても何も始まらない。行くぞ、鍋。ひどいありさまだな。じゃあお母さんや、エマに、ルキも考えたくないなぁ。あんないい幼馴染がいなくなってしまったって。俺はさすがにね、どうしてこう悪魔の子なんて呼ばれる羽目になってるのかもそもそも納得いってないのに、こういう状況ではちょっとね、納得がいきませんね。さあとりあえず言いつけ通り石の大滝にやってまいりました。マップに三角岩で乗ってるから分かりやすいな。本当に分かりやすいな。三角岩の下を掘れば何かが出てくる。お前の言った通りだったな。手紙が二つ入っているようだが、一つはかなりボロボロだな。読んでみれよ、鍋。鍋、あなたがこの手紙を読めるようになった頃、私はもうこの世にはいないでしょう。あなたが生まれてすぐ、故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私は、あなたを逃がすので精一杯でした。いいですか、鍋、心ある人によ拾われ立派に成長したら、ユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてはならないのが大きな使命を背負った勇者でもあります。ドラクエの結構恒例となってる実は王子様設定ね。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。鍋、一緒に行ってあげられなくてごめんなさい。無力な母を許して。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ。もう一枚。親愛なる孫鍋、未来から来たお前に出会った後、
わしは約束通り、お前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。母親の手紙はもう読んだかの。あの手紙はお前が流されてきたとき、一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従い、お前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせたようじゃの。なぜユグノアの地が魔物に襲われ、勇者が悪魔の子と呼ばれているのか、わしには見当もつかんかった。なれば、真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授けよう。それを使って世界を巡り、真実を求めるのじゃ。お前が悪魔の子と呼ばれ、追われる勇者となったすべての真実を。鍋屋、人を恨んじゃいけないよ。わしは、お前のじいじで幸せじゃった。鍋は魔法の石を手に入れた。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前のために付き合ってやるぜ。と言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。レッドオーブが移されたのは、この道の先にあるデルカダール神殿だ。よろしくな、鍋。よし。さて。とりあえず、ね、じいさんの言うことに従いましょうか。まあ、その前に、デルカダール神殿に行って、オーブを回収しないといけませんね。よしよし。この辺りの敵は、ナプガーナ密林とそんなに変わらないね。よしよし。十分戦える。けど次のところに行く前にある程度レベル上げたい気もするな。戦いながら行こう。神殿に向かう前にね、ちょっとこの辺り一帯をぐるっと探索してみようと思います。お、ゾーンに入った。よしよし。ゾーンに入ってのブーメランってえぐい、結構えぐいね。よしよし。お、防御とか。よし。またいいかな。どっちか点滅し始めたら使います。まあたまにはね、こういう作業っぽいこともしましょう。あ、溶けそう。おい、カミュ。ああ。
かくね、新しい連携使えるかと思ったのに。やっぱ攻撃魔力までは上がってないから、ギラの威力には影響しないね。お、宝箱見っけ。獣の皮。よしよし。おお、いいね。会心の会切り。やった。キャンプ場だ。なんかまた新種のモンスターいたね、今。何か今塗ってる？お、ビッグブレード。でも攻撃力は、あれだね、青銅の剣の方が上だな。じゃあ、焦って買わんでもいいか。そしたら、騎士団の服を買って、これをカミューに装備させて、鱗の盾も買って、飛びしちゃいましょうか。ウォンタイケだねえな。よしよし。あ、光ってる。これまでの冒険によって科技術が向上した。なるほど。よし、まあ、いいでしょう。よし、では、今回はここまでにしておきたいと思います。まあ、大体ちょっとね、プレイステーション4版の方をちょっと優先して撮影しているんですけれども、そっちとね、進み具合をなるべく合わせておきたいので、大体同じタイミングでね、区切っていこうと思います。まあ、その関係でね、移動距離とか、そういったことがだいぶ短縮されてる、まあ、そういったところで、こう、攻略時間にあまり、時間取らないような作りになってる、3DS 版はあんまり、長い撮影時間にならない方もいますけども、まあ、それならそれで多分見やすいなっていう方も多いと思うので、まあ、うまく差別化できるんじゃないかなと思います。よし。あ、ここね、一回ちょっと、プレステ4のあれで、復活の呪文を使ってみたんですけど、全然使えなりませんでした。レベル10で、復活の呪文をチェックしたのに、レベル8になっちゃうっていう、同じ状況にはならないのねっていうね、そういう残念です。よし。じゃあ、そうですね。次のところに進む前に、軽く、この近辺でレベル上げをしておこうと思います。まあ、そうですね。まあ、次のダンジョンの攻略はもちろんなんですけれども、まあ、その先もね、もちろんどんどん難易度も上がっていくことも考えまして、ある程度余裕を持って、作業時間が作れるときはガンガンね、レベル上げをして進んでいこうと思います。まあ、そのためね、ところどころ、戦闘の難易度がだいぶ下がってしまって、見事のない戦闘も多々出てくる可能性もございますが、まあ、それもご了承いただければなと思っております。はい、ではドラゴンクエスト11実況プレイのパート8はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただけるとありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てきれな。